バーチャル乗務員の徹子です。今日の鉄道ニュースは、京都丹後鉄道 VISA のタッチ決済を日本の鉄道で初導入です。ミラーは20日、傘下のミラートレインズが運営する京都丹後鉄道に VISA のタッチ決済を導入すると発表した。日本の鉄道事業者での導入は初となる。 VISA のタッチ決済は、タッチ決済に対応した VISA ブランドのクレジットカードなどを用いる非接触型の決済手段。2020年9月末時点では、全世界における VISA の対面取引のうち 43% がタッチ決済となっているという。またイギリスのロンドンやシンガポールでは地下鉄などでも導入しており、クレジットカードで鉄道に乗車できるシステムを実現している。京都丹後鉄道での利用方法は、乗車時と降車時に駅や車内に設置された独自端末の VISA タッチリーダータッチ決済対応カードをかざすのみ。クレジットカードならば後日、デビットプリペイドカードなら即時決済となる。利用履歴はウェブサイトから確認できる。ミラーでは、訪日外国人を含む期待ち者も券売機で切符を購入する手間がなく、日常的に利用している決済手段がそのまま利用可能なため、安心かつ簡単便利に利用することができるとしている。このシステムでは、1日乗車券などの均一運賃だけでなく、車両の GPS を活用することによって距離に基づき変動する距離制運賃の決済にも対応する。また海外では広く利用されている鉄道の VISA のタッチ決済の仕組みに、日本国内で求められる高速処理のニーズに対応したシステムを導入しており、スピーディーな決済を実現するという。京都丹後鉄道でのサービス開始日は11月25日。ミラーでは、今後は MAAA アプリや鉄道バスを含む様々な交通サービスへの提供も検討するとしている。以上、鉄道ニュースでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。